ご視聴ありがとうございます。晴れ娘のけいちんです。ご視聴ありがとうございます。晴れ娘のすばるです。始まりました、第5回 MTG 対戦バラエティー晴れるやコンバット。今回は私たちなんですね。そう、晴れ娘対戦っていうことでね。なんか私たちのことをまだ知らない人もたくさんいると思うので、まずはじめに自己紹介をしていきたいと思います。じゃあけいちんさんから。はい自己紹介ってなんだろうマジックを始めて今7ヶ月かな、7ヶ月くらい経ちました。けいちんです。まあ初心者目線でなんかハレルヤでマジックのことを伝えていくことをなんか使命に頑張ってます。よろしくお願いします。ハレ娘のすばるです。私はマジックを始めたのはだいたいテイロスあたりからになります。そのあたりの話につきましては、ハレ娘のブログというのがありまして、そちらの方に私のブログがありますので、ぜひ読んでいただければと思います。よろしくお願いします。はい、ね、ハレ娘ブログっていうのをね3人で書いてて、今日は1人いないっていうか、ね、福岡にいるんですけどそう、3人で頑張って書いてて、グランプリ京都がもうね、もうすぐそこに迫っているっていう、はい、ことで、すばるさんは京都は行きますか？私は京都はブースで、ブースで、うん、売り子をやってます。お、ぜひブースまで遊びに来てください私も多分空いてる時間はブースやるので、ぜひぜひブースでもね晴れ娘に会いに来てくれたらと思います。まあそんな感じでですね、晴れるやウェイファインダーっていう、なんか最新のハメチャの時を入れたスタンダードのデッキのサンプルみたいなのがツイッターでね流れてて、そうです、ハレルヤブローズが、うんうん、ホープスの皆さんが作ったサンプルデッキリストっていうのを、はいはいはい、毎回新セットが出るために公開してまして、うん、でその中から気になったデッキをお互い選んで対戦しようっていう感じです。はい、でサイドボードが今回ないので一本勝負に。で、すばるさん、はい、今回どんなデッキを選んだデッキ、選んだんですか？ヒントは、ヒントは馬、あの馬ですか？あの馬です。あの馬か。ケイチンさんはどうでしょう？私、カードをね、たくさん落とさせるデッキです。いや、まあそんな感じでちょっと、怖いなやっぱりこうね、経験のね、差が違うので怖いんですけど、まあね何を言ってもやることには変わらないので、やっていきたいと思います。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あ、7か。なん、うぅ、よっ、よっ、ついていただきます。はいはい、7枚、7、はい、チェックします、はい、チェックします。いい感じはい、お願いします。お願いします。セットランドします。はい、白1マナからスレイベンの検査官、はい、ラストで手がかりトークンだ。いいな最初からボケる。はい、断面の動きがある。マジやばい。ドロー、こっちを置いてエンドです。はい、3もらいます。どうします。セットランド、コンバット入ります。はい、アタックで1点。はい、エコーマカバーの終了者、はい、キャストして終了します。はい、スターもらいます。はい、アタッカーをキープ、ドロー。それ嫌なんですよね、これ除去できないとすごい大きいダメージ入りますからね。どうしようかな。エンドです。はい、アタッドローします。
はい、2体でアタックで特例なしで、なしで、はい、はい、4点、はい、15、はい、トランド2マナから、はい、永代巡礼者、はい、うん、キャストします。これは何て感じですか。はい、じゃあ2-3の摂取で、2-3摂取、1マナで自分のクリーチャー1体サクって、うん、タフネス分のライフゲイン、もしくはライフが30以上あるときは、うんうん、3マナで相手のパーマネント好きなものを除去できる。やばい、はい、あんまり嬉しくない。はい、はい、着地は OK でしょうか。大丈夫です。はい、では終了します。はい、パワーもらいます。あら、じゃあ行きます。いやー、どうしようかな。結構攻められて終わっちゃいそうな、うん、おせおせな感じ。やばい、どうしよう。そっか、これを最初にするか。4、5、え、あと2回殴られたら終わっちゃいません？早いんだけど。マジか。やっぱパワーさんは強い。強いなぁ。エンドで。エンドで、はい。ドローします。はい。コンバットに入ります。はい、コンバット3体アタックで特例なしです。6点、うまい、やるか。お、さまな1点、はい、はい、OK です。じゃあ3点、やっぱりきつい。12、からカムライの撤退をキャストして終了します。はい、パワーもらいます。こちら、アンタッパップキープ、ドロー。上陸したかったな。そうね、イプヌのサイズを出します。はい、で、3マナで賞金5。きたきた。いや、さっき出すか悩んだんですけどね。2倍ぐらいぐらい、さすがに食らいすぎると、ちょっとね、きついなって思ったんで一旦食らって、はい、エンドで、はい、アンタップドローします。今まで手がかりを起動します、はい、よかった、土地引いてない。スプランド、まずこれが出て1点ゲイン21、で次にハグライの撤退の上陸を解決します。ライフドレインです。じゃあ11の22、はい、コンバットに入ります。2体でアタックします。3点、そして終了します。はい、ターンもらいます。はい、アンタッパップキープ、ドロー。山、はい、いきます。で、3マナでもう1回消費します。わー、ブレンドです。はい、いや、結構きつい。もう8だからな。タップドローします。はい、はい、残り4。やばい、回復したいな。こっちはいくらでもライフゲインできるはず。
はい、サーモン、アンタッチブキーの、あら、いただきます。お、いやもう、でも打つしかない。破滅の時、はい、はい、じゃあ、スタックで、そうですね、2点、で、みんな死にました。で、エンドです。はい、で、何体と合計5、5体で、じゃあ、まず1回目から5枚5で、ここでさらに5枚落ちてるので、次は10枚持ってかれます。いやでも少ないよ。お、ギレオンが、はい、落ちちゃいました。たくさん落ちたけど、もういそうだからね。残りのナイフが2。はい、ここで進化する未開地を引くと、そう、進化する未開地は恐ろしい。で、危険の収集で終了します。お、はい、じゃあターンもらいます。ドロー。ちなみに、はい、だいぶ何枚あるかな。31枚。はい、強強の目覚めがあると13、26、そうですね、39。なんと、なんと1枚で切る、なんとされた。ライブラリが60枚あっても足りない。落として落として、13枚。はい、はい、落ちました。じゃあ、エンドで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13枚。お、5枚、18枚しかなくて、はい、頑張ります。どうぞ。はい、やったー。超ギリギリだったんだけど。危ない、危ない、危ない。あー、いやー、13、26、78枚。そんなに13枚落として、もう1回13枚落として26で、26をもう1回落とすから52だね。52、うん、まあでも初手が7枚だから、まあ、まあないよね、なくなるよね、まあ、ない危ない。あー、よかった、なんとか。いやでも、あの子を殺してなかったら負けてたな。はい、というわけで、今回お送りしたハレルヤコンバット、いかがでしたでしょうか。はい、まあ、馬はどこに行ったんでしょうか。いや本当に馬があれ、今回やったスタンダードですが、ハレルヤでは神決定戦で、行っており、スタンダード神挑戦者決定戦が8月の27日日曜日っていうことになってます。はい、ぜひよろしくお願いします。ちょうど1ヶ月後ぐらいですね。そうだ、ちょうど1ヶ月後プロツアーも終わって、うん、環境が煮詰まってきた、うん、そっか、みんなだいたいこのデッキ使ってる人が多いぜみたいな。はい、はい、あとですね、女性向けの告知となってしまうんですけれども、ハレルヤでは、月に1回女性向け、女性限定の大会レディワンを行っております。まあ、今回は、発売月ということでシールド戦ですね。シールド、でこちらが、一番近い日程で7月29日の、土曜日ですね。はい、開催予定ですので、ぜひ女性の皆様、うん、集まってご参加いただければと思います。はい、私も参加する予定です。よろしくお願いします。ハレルヤチャンネルからの告知です。読みます。長いから読む。はい、皆さんは YouTube スペースという場所をご存知でしょうか。 YouTube スペースとは、 YouTube が動画作成に必要な場所や最先端の機材などを揃えたクリエイティブスペースです。その、ハレルヤコンバット in YouTube スペースを撮影しようっていう企画がありますと。はい、しかし、YouTube スペースを利用する条件として、
チャンネル登録者数が1万人以上っていう条件がついております。はい、現在利用申請できないのです。神様、仏様、視聴者様、この企画が実現できるかどうかは視聴者様に視聴者様にかかってます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ハレルヤコンバット撮影編集脚本担当よりということです。なんか裏の人からのメッセージが、ね、もう懇願するように読み上げてと。はい、というわけでね、チャンネル登録お願いします。ぜひぜひ。はい、というわけで今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。